ティアゴ・アルカンタラ・ド・ナシメントは、イタリア・バーリ出身のサッカー選手。プレミアリーグ、リバプール FC 所属。スペイン代表。ポジションは MF。父親は、ブラジル代表で1994年 W 杯の優勝メンバーだったマジーノで、弟は、ブラジル代表のラフィーニャ。父親が、イタリアセリエ A のクラブでプレーしていた関係で、バーリー生まれである。 5歳の時にブラジルのフラメン語の株組織に入団し、1996年に家族と共にスペインに移住してからはガリシア州ポンテベドラ県にブランにあるウレカというチームに所属した。10歳の時にブラジルに戻ったが、2004年に再渡しにしして FC バルセロナの株組織であるカレーテビーに入団した。FC バルセロナ編集2006年に カデーテ A へと昇格し、2007年には、フベニール A に昇格して、すぐに、ジョゼップ・グアル・ディオラが率いる FC、バルセロナ B へ召集された。2008から09シーズンはコンスタントに試合に出場して、結果を残し、シーズン終盤の2009年5月17日、マヨルカ戦で63分に、エーデルグ・ジョン戦と変わって、トップチームデビューを飾った。2010年2月20日、 カンプノーで行われたラシンサンタンデール戦で初得点を決めた。12月7日の UEFA チャンピオンズリーグ FC ルビン火山戦ではアンドレウ・ホンタスの先制点をアシストしマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。2011から2012シーズンよりトップチームへ正式に昇格。2011年はアウディカップでは背番号4をつけて出場し、 SC インテルナショナル戦で1得点。バイエルンミュンヘン戦で2得点を決め、バルセロナをアウディカップ優勝へと導いた。セスク・ファブレガス加入後は4番を譲り11番を着用した。バイエルンミュンヘン、編集 FC バイエルンミュンヘンでのチアゴ2012から13、シーズン終了後、出場機会を求めて移籍を志願し、マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードが関心を寄せた。 2013年7月、恩師ジョゼップ・グアルディオラ率いるドイツ・ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンに2017年までの4年契約、遺跡金2500万ユーロで完全移籍した。背番号は6番。2013年7月27日の DFL スーパーカップボルシアドルトムント戦で、バイエルンでのデビューを飾り、8月17日のアイントラハト・フランクフルト戦で、 ブンデスリーが初出場を記録。12月21日、FIFA クラブワールドカップ決勝のラジャカサブランカ戦で、移籍後初ゴールを決めて、優勝に貢献した。2014年1月29日の VFB シュトットガルト戦では後半アディショナルタイムに、決勝点となる移籍後リーグ戦初得点を挙げた。2月2日のアイントラハとフランクフルト戦では185回の、 ボールタッチと159本のパス成功を記録し、ブンデスリーが記録を塗り替えた。2014から15シーズン、4月5日、リーグ戦、第27節のボルシアドルトムント戦で怪我から復帰を果たした。4月15日、チャンピオンズリーグ準々決勝 FC ポルト戦ファースト、レグでゴールを決め、セカンド、レグの試合でも、先制点を決め、 バイエルンの逆転準決勝進出に貢献した。2015年8月、2019年まで2年間の契約延長となる新たな4年契約を結んだ。2015から16シーズン、3月16日、UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、セカンド、レグのユベントス FC 戦では、後半から途中出場し、 延長戦で貴重な逆転ゴールを挙げてベスト8、進出に貢献した。2017から18シーズン、11月23日に筋肉系の問題で離脱し、2018年2月17日の VFL ボルフスブルク戦で復帰を果たした。4月4日のチャンピオンズリーグ、準々決勝セビージャ FC 戦でのファーストレングではゴールを決め勝利に貢献した。 2018から19シーズン終了直前には、クアルディオラが獲得を希望しているとも報じられた。2019から20シーズン、リバプール FC への移籍が報道されている中、チャンピオンズリーグ決勝のパリ・サンジェルマン、FC 戦では先発出場して、優勝に貢献。シーズン終了後には再び、リバプール入りの可能性が報じられた。リバプール、 編集2020年9月18日、プレミアリーグのリバプール FC に完全移籍した。契約期間は4年。背番号はバイエルン時代と同じ6番。移籍金は推定2500万ポンドとされている。ユース時代も含めイングランドでプレーするのはこれが初となる。9月20日、第2節のチェルシー FC 戦では途中出場からデビューを果たし、 パスを75本成功してリーグ新記録をいきなり出した。しかし10月17日のエバートン FC 戦の試合終盤にリシャルリソンから激しいタックルを食らい重傷を負い長期離脱を強いられた。2008年には UEFAU-17 欧州選手権に出場して優勝した。2010年にはフランスで行われた UEFAU-19 欧州選手権に 出場し、決勝で、フランスに敗れた。2011年8月生まれ故郷のバーディで行われた、イタリア戦で、A 代表初出場。UEFAU-21 欧州選手権に、出場。決勝のスイス戦では、長距離の FK を決め優勝、マムに選ばれた。2013年には UEFAU-21 欧州選手権に出場し、決勝戦で、 ハットトリックを達成し、スペインに優勝をもたらした。2014年には怪我のため 2014FIFA ワールドカップの出場を逃した。2018年 2018FIFA ワールドカップグループリーグに試合に出場した。父親のマジーニョはサッカーブラジル代表として 1994FIFA ワールドカップ優勝経験を持つ。 母親のバレリア・アルカンタラはかつてバレーボールの選手だった。弟のラフィーニャもブラジル代表でプレーするプロサッカー選手。いとこのロドリゴモレのマッチャドもリーズ・ユナイテッド FC でプレーするプロサッカー選手である。2020年9月18日現在、バルセロナ・バイエル・ミュンヘン U-17 スペイン、代表 U-21 スペイン代表。ありがとうございます。